田村です。皆さん女性を褒めてますか？日本人は褒めることが少ないと言われますが、そんな中で女の子を上手に褒めることができると、それだけで一つ頭抜けることができます。そして男女によって刺さる褒め方が違ったりします。過去にも褒めについての動画を上げていますが、今回はまだ紹介していない特に女性に刺さる褒め方と、科学的に分かった最も刺さる意外な褒め方を紹介していきます。結構簡単にできるものです。それでは早速見ていきましょう。まず心理学の教授シン・ヒチョンが行った実験によって、男はこう褒められると嬉しい、女はこう褒められると嬉しいということが分かったものがあります。実験では200組のカップルを対象にいくつか質問し、恋人のことをいい人だと思うか、恋人の長所はどこかという恋人のプラスアメンを聞く質問をしました。その質問結果を分析していくと、過剰なほど恋人をよく評価する人たちがいました。そこで今度は恋人から過剰に褒められている人を集め、今の恋愛に満足しているかを質問したところ、男性の場合恋愛満足度が低くなってしまっており、女性の場合は恋愛満足度が高くなっているということが分かったんです。ここに男女の違いがあるというわけです。ではなぜ過剰に褒められると女性は満足度が上がり男性は下がったのかというと、幸せを感じる瞬間が男女によって違うからです。まず男性は自分が相手にとって頼れる存在に慣れている時や、相手が自分を必要としている時に幸せを感じるとされています。そのため男は自分の強さなどを相手にアピールできた時に満足感と幸福感を感じる。なので自分が思っている実際よりも過剰に褒められるとあまりピンとこなかったり、例えば自分ではあまりサプライズなどは得意ではないと思っている場合に、サプライズとかしてくれるとこが好きと言われると褒められているのではなく、自分に対して望んでいることを遠回しに言われているのではと無意識に感じ取ってしまい、自分に与えられた目標のように感じ負担になってしまうこともあるというわけです。ではでは男性と比較して女性の場合はどうなのかというと、女性は自分への愛情を感じた時に満足感や幸福感を感じる傾向にあります。特に僕なんかはこの立場から男女のニーズの違いに触れることがよくありますが、男性はモテたい、口説き落としたいみたいなニーズが多いのに対して、女性は愛されたい系のニーズが多い傾向にあります。逆に女の子で抱きまくりたいとか、男で愛され男子になりたいとかは比較した場合少なくなります。つまり女性が嬉しいものは愛されるということ、すなわち愛情表現であると。そのためたとえオーバーに褒められていると分かっていても、そこから愛を感じて満足感や幸福感が高まるというわけです。またノースカロライナ大学で行われた実験でも、実はこんな褒め方が刺さるんだぜということが分かった実験があります。実験では124名の学生を3グループに分け、次のように会話をしてもらいました。1つ目のグループは、現実とは違ってもとにかくお世辞でもプラスのことを言う。例えばかむこちゃんって本当におしゃれだよね、ファッション系の仕事してた、マジセンスの擬人化みたいな。2つ目のグループは根拠のあるプラスのことだけ言う。例えばかむこちゃんって額に鼻のタトゥー入れるだけあって服もセンスあるよねみたいな。3つ目のグループはマイナスなことしか言わない。例えば額に鼻のタトゥーはマジでセンスないみたいな。でそれぞれの好感度を測った結果、2つ目のグループの根拠のあるプラスのことだけを言うが好感度が高まりそうですが、実は 1,2,3 の順番で好感度が高かった。つまり現実と違くてもお世辞だと分かるものでもとにかくプラスのことを言ったグループが最も好感度が高かったんです。ではなぜこのような結果になったかというと、そもそも人は褒められると嬉しいもの、かつ根拠がないことでも言い切られてしまうと、そう言われればそうなのかなと褒めを受け入れる。それによって嬉しくなる。しかも根拠のない褒めなので、他の人には褒められないようなことをこの人は褒めてくれる、私の新たな一面を輝かせてくれたというように受け取り、好感度も高まると。逆に根拠のあるプラスのことだけの場合、根拠があるというように他の人にも言われ慣れていたり、自分でも分かっているようなポイントを褒められることになり、印象に残りづらいと。ところがで他の人に言われ慣れていないところ、もっと言えば本人すら気づいていないところを褒めると刺さると話しましたが、まさにそれです。なのでポイントはとにかく褒めること、そして相手の謙遜や疑問を上回るくらいに言い切ること、そして恥ずかしさなどからわざとらしくなるのではなく本気で思ってるように伝える。要は褒めるなら褒め通す。ちなみに俺は好きという主観で伝えると相手も受け入れやすくなるので、これを使うのもありです。とはいえ冒頭で日本人は褒めることが少ないと言ったように、恥ずかしいとか変に思われるんじゃないかとかブレーキをかけてしまう人が多いので、それを考えると自分でもやりすぎかなというくらい過剰に褒めて褒め通すくらいでちょうどよかったりもします。しかもお世辞かなと思われたとしても、突き通せば人は褒められると嬉しくなっちゃうし、先ほどの実験の例のように特に女性は過剰な褒めでも愛を感じると。もちろんイケメンに微笑まれたらポッとなるけど、ブサメンに微笑まれたら恐怖を感じるのと同じように、相手の警戒心がまだ硬かったり関係が浅すぎると、変に褒めすぎるとかえって警戒心が強まる可能性もありますが、ただ普通に話せるくらいの関係であれば、過剰なくらいがむしろ好意につながったりするよというわけです。ただし下心が見え見えの褒めや相手を嫌な気分にさせる間違った褒めなどもあるので、細かい部分についてはここら辺の動画で掘り下げている
ているので参考にしてみてください。いずれにせよほとんどの人はもっともっと相手を褒めてもいいんだぜという水準にあると思うので、この動画が参考になったという方は誰かを過剰に褒めてみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。きな粉を落とすでも、不特定多数にモテるでも、成功確率が一気に高まる秘訣があります。逆にこれができていないと一気に失敗しやすくなります。恋愛でつまずいているとか、これから頑張るという人に一つだけアドバイスをするとしたら、まずこれを一番に伝えます。マジで何よりも大事レベルです。それが